こんにちは、バイツです。ありがとうございます。行き先ボタンを押しているんですけど、え、これでいいの？え、行き先ボタンを押してるんですけど、え、これ何何どういうやつ？え、これ3つ前後さ、え、行き先ボタンを押してるんですけど、え、なんで言ってくれないの？なんで、え、どうして言ってくれないの？長押し？これどうやったら言ってくれるの？なんで、押してるよね。ドアが閉まります。なんでだって押してるじゃん。行き先ボタンを押してください。 Please press the button for the desired floor。 押してるんだけど、なんでも意味がわかんないね。なんで意味がわかんない。押してるんだけど、もうわかんない。何度も電話してすみません。こちらの建物のエレベーターなんですけど、行き先会をしてもちょっと行かなくて、これってどうやって行ったらいいんですかね。わかりました。キュッキュッっていう風に押すんです。わかりました。ありがとうございます。すみません、今行きます。すみません、失礼します。え、何これ。こんなの分かんなくない？9階に行きたいときは9階に通すんだって。こんなの分かんなくない？何書いてあった？どっかに。もうさ、9階です。初見殺しもいいとこだよ。何度もすみません、ありがとうございました。こちらですね、壁2つ。はい、はい、ありがとうございます。めっちゃ焦った。何これ。もしかしてなんかエントランスとかに書いてたのかな。意味が分かんなくないだってこれ。キュッて押すって、いや意味が分かんないでしょ。いやでも普通に配達できてよかったけどさ。いや、なんだこれマジで。何これ、常識だったりする？もしかして。マジ怖かったよ。今帰ろうとした時にスターバックスからねリクエストが来ました。
疲れ様です。バイツです。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。乗車してっていう感じで、今ちょっと口頭で一休みしてるんですけど、なんとですね、先ほどあの配達を行く途中で、あのUber Eatsの配達員の方となんか信号待ちで一緒になって話、あの挨拶して、その時にあの YouTube やってますかって言われて、あ、やってますって、あの見たことありませんってあの言ってくださって、でびっくりしました。あ、お、なんか初めて言われたんですね、生で。なんか見たことありますみたいな、すごい嬉しかったですね。はい、ということで、なんかね、ちょっとね、2時過ぎてからやっぱならないので、もうこのまま家帰る方向で、まあ、オンラインにしながら家の方向に向かってならなければ、もう今日はそれで終わりにしたいと思います。来ました、来ました。マックですね、これは。あ、はい、いつものマックです。お疲れ様です。バイツです。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、こんにちは、バイツです。ありがとうございます。お待たせいたしました。ご注文ありがとうございます。よろしくお願いします。よいしょ。終わりましたね。これで8件目かな。もう今日なんかいいですね。しかもなんかね、すごいいい感じになってくれてる。今日めっちゃ良かったぞ。いつもこんな感じだといいんですけどね。なんかもう1件くらいやりたい気分なので、ちょっとだけね、あのヨドバシのマックのところで待機してみようかなと思います。なんだろう、なんか私多分ウーバー始めて慣れたっていうか体力ついたのかな。全然疲れてないな、まだ。ヨドバシのマックの前でちょっと待機したりしたんですけど、来ないのでもうならないのかな。ということで今日はもうやめようかな。お疲れ様です。帰宅しました。今日はオンライン時間 4時間20分で8回乗車して、こちら売り上げが3600円ほどでございます。いや、なんかまあいいんじゃないですかね。今までが結構さ、ほらひどかったじゃない、始めたての頃とかさ、全然なんか最低賃金待ってたからさ。今日は最低賃金は一応多分上回ってると思うんだよね。時給900円ぐらいはあると思うので、じゃあね、マックを消毒していきます。今日はさ、1軒目からさ、ダブルピックで2つの配達先がもう真逆の方向っていうね、苗穂駅の南と北をこう行ったり来たりするときに、苗穂駅の中を通っていった方が近いのかなと思って今回このルートで来たんですけど、いや、使ってみたら案外そうでもないか。迂回はするけど、まあ、自転車に乗ってちょっと遠回りした方が意外となんか早く着くのかなって。スロープをさ、登ったり下ったりするのがすごい大変だったの。多分あのクロスバイクとかね、軽いやつならいいと思うんだけど、フォークルってこう走ってる時はねすごい軽快なんだけど、押してる時って結構重いのよね。それに体力をすごい取られた。あとはね、あのエレベーター事件ね、あれ本当に怖かった。もうさ、え、あれさ、わかる？みんな普通に知ってる？ああいうタイプのエレベーターがあるって知ってました？普通にさ、行き先機械押したらさ、そこに行くじゃん普通ね。9回行くのにさ、なんか9の他になんちゃらかんちゃらとか他の番号を押さなくちゃいけないのとかさ、わかんないじゃん。で、なんかエントランスに
書いてあったのかなと思って帰り見たんだけど何も書いてなかったの。あれさ、初見の人分かんなくない？あのお客様にちょっとあれはあらかじめメモとかに書いておいて欲しかったなって思いますね。あんなトラップがあるなんてさ、想像もしてなかったよ。まあでも何はともあれちゃんと配達はできたんで良かったですね。あとはなんか同じウーバーの配達員の方に YouTube やってますよね、見たことありますって言っていただけて、まあそれが本当に私の動画なのかは分からないです。なんかもちこさんですよねとか言われなかったから別に名前を言われたわけじゃないので、それがね本当に私なのかもちこさんですよねみたいな感じで私のことをもう完全に認知してくれて話しかけてくれる感じだったらすごいわ、私もなんか名前が出てきたみたいな感じで嬉しいけど、ちょっとなんか その YouTube 本当に私かなっていうのか分かんなかったのでちょっと微妙ですけど、まあでもなんかね、もし本当に私だったら嬉しいなと思いますね。ウバックも消毒し終わりましたので今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上もちこでした。したっけねー。